そもそもこの疑問といたしまして、北朝鮮は本当に孤立をしているのか、国連加盟193カ国ですか、そのうちのほとんど8割以上、大多数と国交正常化をし、平壌にはスウェーデン大使館もドイツ大使館もある、ロンドンに行けば北朝鮮大使館がある、マレーシアにもシンガポールにも北朝鮮大使館がある。そういった中で、確かに日本政府は10年以上にわたって北朝鮮に制裁をかけ、約10年間北朝鮮との間に輸入も輸出もゼロという状況が続いているわけです。しかし小泉首相が初めての平壌訪問、日本の首相として初めて北朝鮮と首脳会談を行ってもう16年経ちましたが、その16年間日本は北朝鮮と貿易をやめ、そして制裁をかけ続けた、この16年間の間に中国は北朝鮮との貿易を伸び続けて十数倍伸び続けているわけですね。日本がいかに制裁をかけようとも、制裁というものは他の国と協力、緊密な協力のもとにかけていかないと、どうしても影響力というものには限界があると言わざるを得ない。だからこそ日本が制裁をかけ続けた10年間でございましたが、日本が求めている拉致被害者の奪還というものは叶いませんでした。今に至っても日本と北朝鮮との間問題は進展していない。そうこうしているうちにアメリカはついに対話に乗り出るという状況が生まれたわけでございます。米朝首脳会談、そして3回の南北首脳会談、3回の中朝首脳会談によって北朝鮮情勢は大きく変わったように見えます。しかし今一度おさらいをさせていただきますならば、北朝鮮の野望としている目的、本質は私は変わらないように思います。北朝鮮がやろうとしていますのは、今のキム・ジョンウン体制ですね、キム・イルソン体制、キム・ジョンイル政権についての3代目のキム・ジョンウン体制というものを永続化させていく。これは国内的には市民から積極的な支持を得るために経済的な成長を目指すということになりますし、対外的、国外に対してはアメリカから攻められない。アメリカはいざとなればアフガニスタンでもイラクでもどこでも攻撃することの、そういう能力と決断力と軍事力を持っている国でありますから、現に65年前、68年前に朝鮮戦争をした当事者としてはアメリカから攻められない、そうするために抑止力を確保するための核ミサイル開発に邁進してきたわけでありました。しかし今ですね、北朝鮮はその思想、独特の思想ですとか独自の体制の本質を変えようとしているわけではない、むしろそれを守るために生き方を変えようとしているのではないかというのが今年の動きであります。つまりこれまではリビアが核開発をしていた、それを放棄したがばかりに体制が崩壊してしまった、いわゆる金正恩国務委員長が自ら述べた中東諸国の教訓、中東のリビアが崩壊してしまったのは核開発計画を放棄したから、こういったことが平津路線、5年前に始まった平津路線のスタートであり、核ミサイル開発に邁進する大きな要因であったわけですが、しかし状況は少し変わったように思います。と申しますのも、トランプ大統領のように北朝鮮に対して超強硬で、しかも何をしでかすか、しでかすな言葉はあれですね、何をするかわからない、北朝鮮にとっては何をしてくるかわからない、そういった政権が生じた、そこの中でもミサイル開発、核開発を続けた北朝鮮、トランプ大統領はかなり強い具体的な口調でもって北朝鮮への攻撃可能性を示唆してきましたが、しかし昨年北朝鮮に手出しすることはトランプ政権できなかったわけであります。冷静に考えますと、なぜトランプ政権が、トランプ大統領が北朝鮮、シリアは爆撃できても北朝鮮に攻撃できなかったかというのは、これは北朝鮮が核を持っているからではないですよね。北朝鮮の隣に
日本、そして韓国というアメリカの同盟国があり、アメリカの民間人を多く住む国が日本、韓国と2カ国もある。で、これがトランプ政権、アメリカが結局北朝鮮に爆撃を加えることができない最大の理由であったということに、ようやく我々も昨年実証的に気づいたわけである。北朝鮮自身もおそらくそれに気づいたでしょう。これまで何十年も一時期餓死者が出てでも開発に邁進してきた核、これは北朝鮮にとってできれば放棄したくない。これまでも苦労して持ったものですから、今後もできれば維持していきたいと思うでしょう。しかし核というのはやはり万能ではない。核は抑止力になるかもしれませんが、それを持っている側ばっかりにデメリットも大きいわけです。アメリカからも、そして同盟国であるはずの中国からも、それを手放さないと制裁を受けるぞということで、昨年の中国も制裁の対立に大きく加わってきた。そうなってくると、私は北朝鮮は核を持つことのメリットとデメリットというものをきちんと計算できる、ある意味北朝鮮なりの論理と申しますか、戦略性を持った国であるように思います。この辺の前提が皆様方と違いますと、そもそも北朝鮮は暴走していて、思いつきのままに勝手なことをしているんだっていう議論の組み方を立てられる方とは、そもそも議論が違ってきてしまうんですが、私はその辺は北朝鮮という国家、ソ連や東ヨーロッパやリビアが崩壊しても、あの体制を維持したという、ここは忘れてはならない、侮ってはならない、北朝鮮の肩を持つわけではございませんが、あの国はあの体制、思想体制を、その本質を変えずに、体制を永続化するにはどうすればいいのかという戦略性を持っていることを、やはり忘れてはならないと思うわけです。つまり、核をたとえ手放す覚悟をしたとしても、それに匹敵するだけのものが得られれば、アメリカが攻めてこないという、そういった自信が得られれば、私は非核化に向けて紆余曲折はありますし、時間はかかるかもしれませんし、今私がこう申し上げると夢物語のように見えるかもしれませんが、しかしそれはアメリカとの交渉次第、アメリカとのやり方次第であるように思うのです。つまり最初から北朝鮮がトランプ大統領を騙そうと、そういった壮大な嘘がつける国かどうかを考えた場合、北朝鮮そして初めてアメリカの大統領とやり合ったわけですから、今後、今34歳と言われる金正恩委員長が今後数十年間にわたってアメリカから嘘つき呼ばれされることを良しとするのかどうか、そしてこの間中国とも首脳会談参加している中、中国も北朝鮮の核保有を良しとしていないわけです。その中国も果たして騙していいのか、そういったリスクを負いながら今の交渉に臨み出ているように思うわけです。今日お話したいのは3番目のことをお話したいんですが、3プラス3という方なんですね。これはリュバイス先生が北ベトナム初代のセンター長なんですが、90年代から提案されておられてですね、朝鮮半島の2カ国と日本が北極兵器地帯を作り、で周りのロシア、中国、アメリカの核兵器国がこの非核兵器地帯に対して攻撃を加えないという協力的安全保障を与えるという3プラス3構想ということをですね、提唱を伝えてきました。我々もこれを今、交渉の提唱しているわけですが、非核兵器地帯というのはどういうものかといいますと、3つの大きなことがあります。1つには当然その地域なんですね。ここで言えば朝鮮半島と日本には核兵器は持たない、作らない、全部そういうことが含まれますね。で2番目がですね、その法的拘束などの検証措置があるこれが大事ですね。先ほど申しましたように、これを非核兵器地帯というのは国連もちゃんと認証する条約ですので、法的拘束力はあると思います。で3番目が我々の核兵器界では最も大事なんですが、核兵器国がこの地域の非核兵器地帯に対して核攻撃や威嚇を与えない、これを義務付ける、これを消極的安全保障といいますが、これがやはり法的拘束力を持って、続けられますので、そうするとこの地域ではですね、核の傘に頼らない安全保障の枠組みができるというのが我々の提案です。